もしもし。八神さん、あの城崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや大丈夫、少し脅かしすぎたかもな。あの八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。新谷先生、今どこにいる？源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。東条会を標的とした教令会の銃声、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして八神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも八神さん、さっきは大丈夫だって。なあ沙織さん、俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました、よろしく。
源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ。よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか。お前、それが妬ましかったんじゃないか。はあ。被害者とはもともと不仲だったって。なるほど。挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらう。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前、警察なめんなよ。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです、星野君も。分かってる。今からそっちに行くから。じゃあまた後で。しろよ。うわっ！おい！
しまいか。時間食っちゃったよ。大変だったな、八神。疲れてるとこ悪いがよ、新谷のことを話してくれるか。新谷先生と連絡が取れないって沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を。ええ、えぐられてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ、どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あの、モグラが新谷先生を八神さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。わかんねえ。やつを追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。八神。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも容量が良かった。ただ、いざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも弱い。それでも、ずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のいろはを仕込んでくれたのも新谷先生です。頼れる先輩でした。報告ありがとな、八神。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は。僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか、じゃあお先。おやすみなさい。この事務所を八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし、鍵も渡しておきますね。
ちょっとだけ話させてもらっていいですか。ああ、話って。ええ、新谷先生の件なんですけど。八神さん、さっき言ってましたよね、源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり、うん、僕もいいですか、一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だからもしかして新谷の敵討つため。あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない、ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですからいいのか、源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください、自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか、僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろう。ねえ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。で、そいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね、犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない、スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって。知ってる場所ですか。3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護したあの大久保新平は創薬センターに出入りするリネン業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。
ここだと源田先生の目があるし、カムロ町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。あの、あの、八神です。
はい。